大ちゃんがね、積極的にね、うろうろしてなんか探してますね。まあ、あの辺にさっきね、乾燥ミルワームをちょっと巻いたんで、それのね、破片、食べかす、見つかってないね、乾燥ミルワームを探してるんだと思うんですけれども、ミルワーム巻いてない時もね、ずっとうろうろして、カキ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 してね、せわしなく動き回っています。クク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 クっていうのはね、食べ物を探しててかなりね、テンションが高い時、ね、虫とか、そう、ミミズ、ムカデ、そういうのね、めっちゃ食べたい時に出す声ですね。こういう時にね、スコップを出したら結構スコップを攻撃してきたりする時もあります。ライちゃんだけなんですけどね、テンション上がってます。上がってますか？なんかこの葉っぱの食べ方もだいぶね、テンション高めというか、ちょっと半分いってる感じがしますね。お、ライちゃんが食べた。ライちゃん好きの皆さん、すいませんね、こんなことまで映して。ライちゃんね、が食べました。まあ、がもね、鳥たちにとっては大切なタンパク源。ね、明日の卵は、がの成分も含まれていることでしょう。うちで食べますからね、皆さんご安心ください。はるちゃんの顔がちょっと赤いですね。全然怒りではないんですけれども、テンションが上がってそうな顔ですね。ニホンザルのようにね、ちょっと赤みがかった顔をしています。はるちゃん、触ったら怒られるかな？はるちゃん、ほってんの？ごめん、なんもないね。はるちゃんは優しいからね、僕の手をつついたりすることは、絶対ないんですけれども、大ちゃんはね、放卵期の時なんか僕の手をね、つつきまくります。ね、反抗期はね、ちょっと怖いですよね。はい、はるちゃんはね、集中して掘ってます。何もいないやろ、そこ掘っても。これスーパー堤防やからね、堤防を崩さない程度にお願いしますよ。はるちゃんのすぐ横ではね、はるちゃんのことがもうだいぶ怖くなくなった、サラちゃんがなんか一生懸命ね、探してます。おーおー、びっくりした。バッタが飛んできたな、今な。うん、探しといて。うん。この辺来たけど、ごめん、飛んでったんよ。この辺来たな、確かに、バッタ。うん、そんなグーグーって言われても知らんよ。はい、また探してください。おったら教えるから。な。こういう風にしてね、鳥もね、コミュニケーションを取ってくるんですよね。で、まあ、比較的ね、ライちゃんが分かりやすすぎるっていうか、もうあの見た目のままなんですけれども、コミュニケーションで言ったらね、はるちゃんが一番ね、分かりやすいかもしれないですね。まあ、ライちゃんほど活発じゃないんでね、なんかしたい時とか結構ね、僕のとこに訴えに来るんですよね。まあ、はるちゃんがね、あのツンツンしに来る動画は何回もこれまで、公開してるんですけれども、ああいうことね、非常に多いです。ああ、ライちゃんまた向こうの方行ってしまいそうやな。サラちゃんもね、よくライちゃんの方ついていくんで、妹二人ね、またどっか行ってしまうかもしれません。ミルワームみたいなの食べてる。何かのサナギかな。美味しいのか。ごちそうを見つけた時の声やな。食べた。タンポポは美味しいないんちゃう。そんなこと知ってるよね。タンポポの下を探してるんか。な、葉っぱをつついてないもんね。タンポポの大きい葉っぱの下になんかおるっていうふうに、ちょっと思って探してるんですかね。いなかったよな。
あの二人ちょっと遠くに行ってしまいそうな気配やな。ライちゃんが何気なく遠くに、その後ね、サラちゃんがその後ついて行ってるけど、どうでしょうか。ハルちゃんはチラチラね、向こうを見てますね。ライちゃん大丈夫かなと思って心配やからついていくことにしたんかな、ハルちゃん。あ、ライちゃん脱走。そして一人で、あそこだったら見えるからいいんですけどね、あの下に行ってしまいよるんですよね。まあ、今は草がね、刈ってあるので、まあ、猫が来てもすぐわかると思うんですけど、まあ、僕は見ないですけどね、ライちゃんが気づくと思うんですけれども、やっぱ視界から離れるのは良くないな、ライちゃん。何かを見てる。カラスはめっちゃ遠いところに飛んでるけど、ライちゃんを探してるってわけじゃないか。遠くに飛んでるね、カラスを確認しただけか。泣いてるな、カラス。カーカー言ってるわ。大丈夫かな。どうした、ハルちゃん。ライちゃん呼びに行く何か言いたかったんかな。ちょっとよくわからないですね。どうしたの、ハルちゃん。どうしたの。ん、ライちゃんどこ行った。どこ行った、ライちゃん。はるちゃん迎えに来ました。迎えに来られて、あ、フリーズしてる。この姿勢を取るということは、もしかしてサラちゃんもうそろそろですかね。足元に逃げてきたな。サラちゃんその体勢取るってことは、僕もやってみようかなしなかったな。ねえ、もうそろそろかもしれませんね。あれが、あれのあれがね、来るかもしれませんね。なあ、サラちゃん。あんた優しいな。ライちゃんの見えるね、結構ライちゃんの近くのところに来て、でここでね、ハルちゃんは促すように、カキカキをしています。ライボー何やってんねんな。なんで向こうに行くんやろ。ライちゃん。こっちの土はそんなええの。うわ、めっちゃ掘ってるやん。なあ、みんな来たわ。サラちゃん来れるかな。アスファルトが苦手なサラちゃん来れるかな。で、めっちゃ掘ってるやん。めっちゃ食べてんの。テンション高っ。ずっとテンション高いな。まあ、今日はね、えらいちゃん卵を産んでましたんで、ね、やっぱいっぱい食べたいんでしょう。ね、この体でこんな卵をね、毎日出してるんですから、そりゃ栄養とってもとっても足らへんわな。妊婦さん大変だ。ハルちゃんはね、放卵期開けてからまだ卵を産んでないんですよね。えまた産むことになるのか、もうほとんど産まないのか、ちょっとわからないですけれども、今のところはね、産んでないですね。はい、サラちゃん、その寂しい声出すんやったらさ、こっちおいで、おいで。おお、来れるやん。来れるやんか、サラちゃん。なあ、寂しかったんやな。サラちゃん、そう、こっちの方がな、いっぱい虫とかおるんやって。もうライちゃん、こっちばっかり来てるからな。向こうの方がね、日が当たって気持ちよかったんですけどね。鶏たちにはね、あの芝生が張ったばっかり、ね、芝生しかないとこよりも、この、ね、枯れ草とか雑草が多い場所の方が、楽しいみたいですね。めっちゃ蹴るな、ライちゃん。すごいな、ヒールキック。
ちゃ続いてるやん。何がいるのかは老眼の僕には見えませんが、めっちゃ続いてますね。はるちゃんは相変わらずね、一点を続けます。一点集中型ですな、はるちゃんは。同じ場所をね、どん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 続いて。はるちゃん、もう日沈んだよ。暗くなってきたよ。寒くなってきたよ。まだか。サルちゃん帰りたいな、その声出してな。ハルちゃん帰ろう。前のフーちゃんもそうでしたけど、ブラマはねのんびり屋さんなんでね、なかなか帰りたがらないんですよね。暗くなっても平気。フーちゃんはね平気でした。ハルちゃんはどうかな。ハルちゃんライちゃんは夜の散歩も慣れてるんでね、寂しい声、帰りたい声出さないですね。サラちゃんは出してましたね。で前で言ったらユキちゃん、カナちゃんも出してました。こわー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 って暗くなったらね出してたんですけれどもこの、最近の子はね夜も平気みたいな感じですね。一回怖い目を追ったらねちょっと変わるかもしれないんですけどね。ぼちぼち言っとくよ、ぼちぼち言っとくよな。サラちゃん行こうか。あ、サラちゃん偉いやん、来たんや。お父さんの方な。はい、ライ姉ちゃん、ライ姉ちゃん終わる気配がないかな。お、でもハルちゃんが立ってるやんか。ハルちゃん行こうか。もうサラちゃんおいで、あいやいや、来た来た。あ、そっち？あ、渡ってこっちやで。見えてますか？よし、サラちゃん偉いな。テケテケ来ました。はいはい、入れたろ入れたろ。サラちゃんも入っとこうか、中に。お姉ちゃん、ちっこへんから先入っとき。うん、中。はい、入れへんのか。あ、はるちゃん来ましたね。はるちゃん来た来た。えらいわ。あとはあの子だけか。やっぱりな。じゃ、ここでライちゃん待っとこうか。何時になるかな。はい、はるちゃん。はるちゃん、ライちゃん連れてきてほしかったな。よかったやん、サラちゃん、ライ姉ちゃん来てくれて。お、サラちゃん自分から入った、この中に。やった。まだカートの中ね、デビューしてそんなに経ってないんですけれども、自分から入りましたね。はい。でね、小森のお母さんがねここにいます。お母さんちゃんは小森のお姉さんやな。ご苦労さん。でもね、はるちゃん入らないですよね。ライちゃんがまだ戻ってきてないんですよね。まあ、ここで待っときましょう。なあ、ライ姉ちゃん帰ってこへんから心配やな。その声ずっとさっきから出してるけど。どうする、はるちゃん迎えに行く？お父さんだけちょっと様子を見てきて。でもね、読んだらなんか尺やから、様子を見るだけ見て、でまたね、ライちゃんが来るのを待っときたいと思います。いたわ、いた。普通にカキカキしてまだまだ食べてる。もうちょっとね、置いてきましょうか。はるちゃん、はるちゃん、ライちゃんまだ普通になカキカキしとったわ。もうちょっと待っとこうか。
な、なあ、早く帰ってきたらいいのにな。どうする、はるちゃん、入っとく？外で待ってんの。種続いてんの。種ないやん、これ。やっぱライちゃんの方見てるな、ほんまに。あの妹は、映像やったらね、あー来た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 、置いてかれたと思って焦ってきましたね。みんながね、近くにいると思ってたんでしょうね。はい、今5時です。映像やったらね、明るく見えるんですけれども、はい、実際はね、この、静止画、写真ぐらいね、暗いです。ライちゃん、いきなり出てきたな。自転車来てなくてよかったね。はい、ライちゃん、いきなり出てきたな。もうびっくりするわ。サラちゃんずっと待ってたしさ、ライちゃん、ライちゃん、ハルちゃんも待っててくれてんでな、ハルちゃん、あんた偉いわ。はい、もうライちゃん、みんなあんたこと心配してたんやで。で、また行く、ちょっとカート乗るんでしょ、カートに。ライちゃん帰りたくないのか、真っ暗やんかなあ。はい、はるちゃん入って入って、はい、やっと入りました、やっと入りました。ちょっと分かってる、この状況。ちゃ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 言ってるけど、あなた。はい、もう何やってんのよ、もう散々待たしといてな。はい、やっと入ってくれました。ちょっとダラダラ長くなってしまったかな。じゃあ帰りましょうか。はい、じゃあ今日の散歩はこれでおしまいです。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ポンポン、帰るよ。